るんだけど、まあ、それだけ大事っていうことですよね。だから結構ね、初心とかって言葉ありますよね、初心って、ね、結構そういうの、あのこの手のものってね、そんなにね、あの派手なことってないんですよ。なんか今次回行かないと、なんかそこ聞き逃したらもうちょっとやばいぐらいのすごい情報がね、今日は話しますよとかね、次回話しますよとかって、そういうものじゃないのね。で、そういうのはなんか派手なんだけど、こう長くすぐ効果があるとかね、自分を変えるっていうことにあんまり関係ないんですよ。それよりは割と常識的なことっていうのかな。だけど意外と難しいです。だってダイエットだってね、カロリーコントロールすればいいじゃんの一言で終わりかもしれないけど、それが難しいわけですよね。そういうもんなんですよね。で、健康法でね、例えば朝ね、早起きして日光浴びるとセロトニンがね、分泌がすごくあるから、うつの気分が改善しやすいとかって、それはもう明らかなのね。じゃあそのうつ気分をね、改善するために日々太陽がね昇って、もうまだ朝日の頃にね、必ず目を覚まして、ちゃんと外に出て朝日を浴びて、しかもそこで10分か20分ぐらいの散歩をしてね、有酸素運動してでやれば、当然すごく効果ありますよ。でも大変でしょもし毎日やるとなったら。夏はまだいいんだけど、秋口から冬って結構ね、布団が恋しいじゃないですかみたいな形で、簡単なんだけど、それをコンスタントに続けるっていうことが一番やっぱり大事だけど難しい。でもやっぱりそこを抑えて、自分がね、何でもかんでもやればっていうか、これはっていうところをね、一つでも二つでもっていうことをなんか続けていけたらね、すごくいいんですよ。